イオン大宮店は埼玉県埼玉市北区にあるイオンリテールが運営する大型 GMS である大宮崎時代の店舗外観大宮市時代の2000年10月21日にマイカルが運営する大宮崎として開業開業時点では比較的大規模な食料品売り場を持ち同じく開業時点では大規模なフードコートやシネマコンプレックス 家電量販店などを併設する商業施設として開業した。開業時点で半径 2km 以内に12店の食品スーパーが存在する地域であり、食料品売り場の競合が激しい立地であった。近隣には2004年4月28日に伊東洋華堂を宮宮原店を各店舗とするステラタウンほか、同年9月17日には埼玉新都心駅に ライフ埼玉新都心店を各店舗とする国運、新都心、同年12月15日には、イオン、世のショッピングセンターと、相次いで近隣に競合する大型ショッピングセンターが、開業しており、競合が激化している。2006年6月23日に日本、リテールファンド投資法人が投資施設の不動産、新宅受益券を、約61.33億円で取得したが、 2015年10月15日に合同会社005に約57.72億円で売却した。2011年3月1日に運営会社のマイカルがイオンリテールに吸収合併されたことに伴い、現名称に変更された。詳細は公式サイトマイナスフロアガイドを参照のこと。東急車両製造埼玉製作所は1999年9月に閉鎖している。 ありがとうございます。